ブラジーミル・ニコラエビチ・シャドリンは、ソビエト連邦のアイスホッケー選手。1972年札幌オリンピックと1976年、インスブルックオリンピックにアイスホッケーソビエト連邦を代表として出場し、金メダルを獲得した。HC スパルタク・モスクワに1965年から1979年まで在籍し、ソビエト選手権で3回優勝。 ヨーロッパチャンピオンカップで2度準優勝した。ソビエト連邦国内リーグで445試合に出場し213得点を挙げた。1971年にソビエト連邦の名誉スポーツマスターに選ばれた。1972年の NHL に所属するカナダ人選手とのサミットシリーズでは3得点、5アシストの合計8ポイントを挙げた。この試合で、 スーパースターのアレクサンドル役シェフをコースサポートした。アイスホッケーソビエト連邦代表としても169試合に出場し71得点を挙げて、オリンピックで金メダル2回、アイスホッケー世界選手権でも5度優勝した。日本アイスホッケーリーグの王子選手アイスホッケー部でも1979年から1983年まで選手権人コーチとしてプレーした。 1972年スーパーシリーズの記念切て右の背番号19の選手がシャドリン。現役引退後、1984年にスパルタクモスクワのヘッドコーチに就任。その後両チームのジュニアチームのヘッドコーチを務め、1992年から1997年まではアイスホッケーロシア代表のジュニアチームヘッドコーチを務めた。 2021年8月26日に死去したことが国際アイスホッケー連盟によって発表された73歳ボーツ。ありがとうございます。